はい、それじゃあゼリー使っていきたいと思います。録画開始開始。おってけてーてけてー。トップ敵のトップアッシュがランキング10位のやつで味方の兄チャレンジャー。ふぅ、いくよこれ。何いっちゃうの？やりに行くよ。でも相手の MF はねビビってる。さっき俺たちにボコられたからな。ビビってんじゃねえや。ほんとだよこのクソバニー野郎がよ。ビビってんじゃねえよっつってんだ。ビビってんじゃねえよ。いいぞいいぞ。おら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 。え？あ！HD が。ナイス。いて。ちょうどの魔術師じゃないの？ちょうどの魔術師あいつ、俺や。相手もやっちょさんと同じ属性だ。やるじゃん。魔術師系の MF や。ファーストなんや、MF。MF ファーストストライク多いね、大体。3スキもあるしな、容易に使えるもんな。痛いね。ミスった。どこ行っとんねん俺。すっごい逃げ方。ドスコイピーポー酔いちょまるやんそれ。これもうこっからは勝てないか。いやでも MF も削れてるな言うて。ウィンゴクソ削っといたわ。え、ほらこっち来るわ、帰ろう。オッケー。え、激浪やで。いや、MF、すごいな。レオナ強くね。俺何もしてないのに。うわー、あれ俺キルしに来て今のマジで。ねえ、俺は来てますから。おめでとう。誰かリスナーでハイボール好きな人いないの？ハイボール。ハイボール好きおるか。最近角ハイにハマってるんやけどさ、誰か おすすめのハイボール教えてくんない？ブランドチタとか山崎とか。チタいいじゃん。チタ有名よね。チタは、ね、チタとか山崎。殴り合いの割と、うん、うん、何？いや割と見てる人たち意外と若い人多いから知らないか。お酒なんてまだ飲めんやろ。つかん。みんな幼稚園児くらいもしかして。うん、みんなもうプリプリよ。プリプリか。つぬき、ありがとう。殴り合いの鬼って誰？オラフ？あ、オラフ。アニチンやられてる。ギャン、度重なるギャンクで苦しんでる。うん。MF 痛い？全然。全然痛くないし。トップレーンのタワーが攻撃されています。タハイは取り木で飲めるから、あ、そう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 。そうなんだ。そう、取り木といえばじゃない？これ MF がフラッシュ開いたら、あーマジか、それ死ぬか、ごめん。あ、やばい、ディンカさんいる。うわー、セクシーすぎる。間違えた、イグナイト使ってねえや、嘘。確かにグルガス一回も感覚してないんだ。つぬきちょっと見かけたら飲んでみるか買ってみるわ。
すげえ殴られてるグラムに。MF クソローです。メテオエンチャント入ったら俺 MF ソロキルできるわ多分。あるか。敵を倒しました。あーメテオエンチャント。こっち。ナイス。スティールしてる。それは最強だわ。これま町笠育ってるよ。なんか町ビーン201だよ。やばい、早く取るしかない。すげえ殴ってくるこいつ。チスキー今だと 700ml くらいで1万円。高っ。やっぱりさすがブランドものやな。なんかジムハイボールとかいろいろ飲んだけど、なんか癖が強いじゃない。ジムとか角ハイがなんか一番すんなりしてるというか。でこれオラフいる。いや無理かも。え売れとないよこいつ。いっぱいいる。ああいっぱいいるね。ててバーボン。バーボンも一応あれなのか銘柄なのかウイスキーの。バーボンってなんかかっこいいよな。かっこいいやつが飲むイメージあるよ。うん。なんかレオナルド・ディカプリオとかがバーで飲んでそうな名前してる。バーボン。あれ？バーボンはね、なんかいろんな種類あるね。アップルバーボンとか。調子に乗りこかとりよ。殺されてる。敵を倒しました。ちょっと今のレオナは失敗だった。今のは。やらかしてる。うん、大胸筋強制サポーターつけとかいいわこれ。フラッシュしたのに当たってんのそれ。意味わかんな。でもドスコイピーポーじゃないそれ。今のめっちゃずれてたけど画面的に。なんかたまにフラッシュ前の判定がフラッシュ後のあれに。いや俺めっちゃ早かったよフラッシュ。あー残ってる時あるよね判定。 Wait, what? タワーが破壊されました。スコッチは似てる味。レックス君は日本酒の美少年が合ってるよ。日本酒に美少年っていうやつがあんの。トップレーンのタワーが攻撃されています。タワーが破壊されました。エッチスコッチワンタッチってね。これやばい。なんかエンゲージがないね俺たち。グルガスウルトとかあるけどな。フラッシュボディスラムできなきゃ無理だよな。終わりかも。グラムス結構ダメージ出るじゃん。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。タワーを攻撃。甘いのが、俺甘いのが好き。うっせやに。うっせんだ。あー、ムカつくー。あー、どうかね。みそかす、みそかす。
おら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 。俺は体温が上がるとティルトする傾向にある。まずい。 4v3? イエス、チャカスクリーンか。おお、ナイス。タワーを攻撃。グラガスってスキルでしかダメージ出ないからスキル強いよな基本的に。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。セッチームがドラゴンを倒し、敵のランプ、敵のアンストッパブル。こっち狂いフィオラこれ。うん、こっち狂いフィオラだった今の。うん、うわ、 CC チェインすぎる。ネクストゲーム、あー I think so too。 ネクストする？ネクストしちゃう？しちゃおうか。まだ勝てそうやけどな。なんか俺はちょっとね、勝てる未来が見えない、この試合。ブラウム、ブラウムとかいうキャラ、俺らきついな、ちょっと。きつい、ちょっと構成的にきつい。あと、カサディン座ってるのがね、これ、グーシコです。だって、オラフ座ってるのが思ったけど、カサディンよりオラフ座ってる方がやばい。とりあえずトリフォーまで入れんとな。あ、オラフが暴れてる。オラフ育てのちょっちゅね、ちょっちゅまずいっすよ。もうガサディン待ちたいで。敵を倒しました。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。味方が倒されます。敵のキリングスクリーン、敵を倒しました。よい。敵のドミネーティ、こっちのサッシュってイグナイトは解除できないんだ。イグナイト解除できない。さすがに強すぎるか。そしたらサッシュでもやってる。うん、やってる。えい、大将やってる。やってるよ。ここに来なかったら終わりだよ。これ兄が切れてんの。兄がブチ切れてる。なんで最後までチョコたっぷりじゃねえんだよって。やばい。ナイス。オッケー。今のが巷で言う余計にか。受けてあげて。俺たちオラフ見たら殺されるぜ。帰ろ。オラフだー。あー、でも俺はフラッシュモルトも使った。いや、でも強い。うわ、強い。いや、オラフ死んでないんだ、あれ。味方が倒されました。でもいいやん、交換。全然交換いいやん。あ、いいですか。俺たち町さんに玉ひゅんされてる。相棒見つけた、ついに。うん。やっぱり俺たちたまには町さんに恥ずかしめられなきゃいけないのか。
甘いの好きならスコッチ。スコッチってあんまり見たことないけど、どこに売ってるんや。ナイスフィオラ、ちゃんとしろフィオラ。フィオラ頑張ってる。もうこれやるしかないんじゃないか俺たち。え、やる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 、やるしかないやるしか。ん、さすがに一人よ。さすがに一人、さすがに一人だねそれ。俺ともない。コンビニでも売ってるんや。へえ。おやりたくね。え、やりたいやりたい。身がないに身食べてくるわ。身がない。イーバスリーガル、なんか詳しいなみんな。おいしいおいしい、ヤミヤミ、おいしいヤミ、感謝感謝。でかいぞ。ナイス。俺も金増えてきた、だいぶ。あとが美味しかったな。あ、確かに。え、スコッチってスコットランドで作られてるウイスキーのことなんや。うん、何行こうかな、ここから。やべえ、行った。ほら、やれる。いいだ。でも強いよ。惜しい。え、強い。1000円でかっ。え、ナイス。え、でかすぎそれ。でかすぎの塊やねこれ。やれんのそれ。オッケ ー、 ー、 いや俺のステージで今のこの中で一番綺麗なステージじゃなかった。神じゃん今のは。ワールド、え、やれる。無理やね、兄ウルトねえし。デカすぎの塊やねこれ。ブルガス TP 積んでないから無理やね。無理や。いや、もう無理無理無理。あ、でも一応間に合うかも。やれる。あ、やれる。え、俺は捕らえたらどうすんの俺。え、俺マジで戦えもうなんもない。あと頑張ってくれって感じ。でか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 。味方が倒されました。味方が倒されました。うわあ。エルダーじゃんこれ相手。いやそうなんですよね。オナリオラフいない。でもアニーいるでしょ。これ勝てるよでも。状況的には全然いける。に？うん。やってるよ。見通すか。うん。バランバファルシー。エルダードラゴンから退却。いや入りすぎかも。ナイスやったのは。やれりゃ勘ぐんやな。ナイス、それ当てたの。うわー神ー、勝ったぜ。あーなんかやっぱアニーとかいうやつメンタル弱えな。それ本当にチャレンジャーかよ。え、何こいつ最強、最強無双竜騎やん。鼻の刑事あいつ。ういー、なんてこと。エースカクサがペンダル、フェンネロです。やっぱね
レオナとの相性本当に悪かったそれはそう本当に。でも今日全部 MVP やお兄さん。いやお前全部 MVP やん。諦めずにやれば勝てますっていうところでね、それはそう、ボツにしようかと思ってましたが、いいんじゃないでしょうか。これ諦めなければ勝てる今日の今日成功できるかもしれん、うん、森バロンだけ危なかったけど。そしたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。カイロウジ、これ勝てるんですね。